こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。青森記念競理もいよいよ最終日、十二レース決勝戦の予想をお送りしたいと思います。えこちらの旧選手ですね。えー、地元青森は三人。また、えー、渡辺一成をはじめとして、北日本が六人も乗ってまいりました。 えー、他の3人も南関東なんですよね、えー、つまり北日本と南関東のみで締められた決勝戦になりました、まあ、平原はあの残念ながら敗退太田龍馬も負けてしまいました SQS 班不在の、えー、決勝戦です というわけで、えー、三部戦になりまして、えー、青森三人は結束。その青森三人の前で、113期の、えー、新人、藤根がですね、先導いたします。こうなると、あの、新山兄弟、特に弟の京平が、えー、しっかり抜け出して、 軸と、えー、地元の期待、応えたいところです。まあ、ただ、新さん恭平、そんなに調子が良くないので、縦の足で果たして、ゴールを先頭で駆け抜けることができるのかということで、一着という意味では微妙な要素があります。ただ、蓮は、 新山強平だと思いますもう少しかする詳しく見ていきましょうご覧のメンバーですバック回数トップは藤根17回続いて15回の新山ですこの2人がドッキングするということはかなり強力ですよねホーム回数も藤根新山が11回の11回で他が 誤回もないわけですから断然あの先手取りという意味では有利になってまいりますええ並びは三分線え渡辺一成森沢森沢準決勝渡辺一成に離れてしまいましたちょっと不安が残りますええ難3人ええ神奈川の小原対 大気が先,先頭に走ります。えー、バック二回ですか。以下、山が伊勢崎って来てますね。えー、徹底先行不在なだけに中断を取っても果たしてどうなるのか、対抗できるのかっていうところは難しい競争し強いられそうです。 そして、えー、残る4人がまず岩手の藤根ですね113期ルーキ、えーこの本送を見ててもあの勢いのある先行まくりが光っておりますそして番手が一番の新山ですね新山恭平、えー、兄弟なんですけど恭平、えー、正だったっけな、えー こちらで並びます。そのあと藤根が一気に行って新山が番手まくりも考えて抜け出すという競争が有力になってまいります。それに渡辺一成のスピードが対抗するというところでしょうね。 三連単の真実もその通りになってまして、新山がやっぱり一番人気。渡辺和成、新山、正志、森沢太子となっておりますね。え次が、えー、山がですね、えー。小原が何かした時では山がっていうことじゃないでしょうか。藤根が最低人気ですね。これはもう、 引き出し役に徹して、えー、残れないという見方なんじゃないかなと思いますでは二社間の音図はどうなってるかというとやはりまだ1 0票余りなのでえ、えー、変動が激しいですがやはり全体的な傾向としては新山と新山兄弟が軸ですね え弟の新山恭平がえ一番人気え兄の正志と16で4.8倍折り返し61 6・1が6.4倍になっておりますえっとわた競争得点1番のスピードの渡辺とだったら1三が10.7倍折り返し3・1が14.2倍次が 1>, えっと 1, からだ1の強兵だったら小原15.8倍ですね。逆に小原頭だと44.5倍とちょっとこちらはつきますね。で一方渡辺和也が一気にできてしまう展開でだと。 森澤との流れ込み12.1倍逆に森澤を指,め指す目が7番3番44.5倍とかなりつきます、うん、やっぱり準決勝の競争が嫌われて競争から見て勝かせないと見る見ていると思われます他となると、まあ、伊勢崎とか 山賀とか小原とか、うん、南関西はちょっとやっぱり人気ないですね。伊藤も4番で固めるんで、ま、人気はないのは分かります。えー、一方、新山正志はどうかというと恭平、えー、以外ですと渡辺内成が55.2倍、えー、伊藤大志だと92倍。 山形だと76.6倍と、まあ、まあまあ次いますよね。新山が垂れた時の新山恭平が垂れた時のさしならばつくということになります。まあそちらを見て、えー、もう一度出走表です。えっ、ー、と今場所ですね。 バックを取っているのが、新山恭平と藤根あ、それから準決勝では渡辺和也もまく、あ、りでしたがバックを取りましたね。以上がバックを取っている選手ということになります。ちょっとあの新山が準決勝も含めて。 2次予選はちょっと姿勢が甘くなってしまいましたし準決勝は仕掛けがそれを意識したのか仕掛けが遅くなってしまってますうん本調子にはないのかなと思いますね渡辺和也まはあ、まずまずでしょう準決勝は特に圧巻でしたよねやっぱり力的には彼が一番だと思います 新座正志を100点しかないですがまあ地元ということもありそれをあまり感じさせない、えー、余裕のあるレースでしたよね、えー、藤根を残してギリギリかわしました足に自信があると思われます伊藤大志も3着きましたからね 小原も他に小原が一着通っています。これはあの吉,、えー、吉田拓也ですね、えー。ですので関東とのラインだったということになります。えー、抜け出して吉田は残れずという競争でした。えー、伊,勢崎もあ伊勢崎は山ヶ川と同じレースだったかな。 ああ違う違う違うえっ、ー、と小原が1着取ったレースで伊勢崎も残っているという、えー、走りでしたねで新山がまくり追い込んできたんだ気配がいいのは渡辺一成かなそう極端に気配がいい選手はいないですね、まあ、むしろ藤根の藤根の積極性の良さ えーね、末の粘りもなかなかでいやー面白いというか若さの勢いが、あのー、感じられますというわけで、えー、結論ですねえっ、ー、と展開的には、えー、とそうですね 前を取るのはやっぱり渡辺一成。スタート回数も6回ですからね取ってしまう。で小原がインギルのかは分からないですが結果的には小原はやっぱり中段狙いまあやるとしたらもう飛びつきとかあるのかもしれないですけど。 それをさせずに藤根が一気にいっちゃって小原は結果的に中断に収まってしまって、えー、渡辺和也はなかなか踏まずに引いてな8番手だと思いますで藤根、えー、が会長にかけてまあそこで新山が新山強兵が焦らないかどうかですよねで小原が先まくり打ってただそんなに早く 打っても渡辺和内引き出しちゃいますからうんやっぱり後ろは山が伊勢崎を引き出すまくりっていうより小原は自分が勝っちゃう自分が届くようなまくりになってしまうんで、まあ、渡辺一成が来たところに合わせてっていう流れになるんで。 また、カズナイの仕掛けも結局、遅くなって、引き出せるような形にならないんじゃないかな、ということで、やっぱり、藤根が逃げて、新山が有利。ただ、新山の出来が良くないんで、最後の直線で、 直線で、えー、突き放せずに、えー、特に新座正志たりにかわされてしまうという流れもあります。また小原や渡部勝成が届く可能性もありますね小原自体調子は悪くないですからね。 直線の長い青森だと届くマクロオブミに対して届く可能性もあります。まあ風なにく,くるとは思うんですけど、なんとなくポカしちゃう癖があるんで、小腹が。 小原を連もあるんじゃないかな連どころか逆転もあるんじゃないかなと思います逆に藤根が会長にかけてる,るとまあ藤根も結構残る選考をするんでまあ責任感青森3に連れてる責任感はすごく多いとはいえ結果的に残っ、えー、準決勝の性能粘りもすごい良かったですし結果的に 1>, 1着は無理にしよう2着に、えー、っと後ろが新山恭平の後ろがごちゃつけば2着に残るということもないとは言えないんじゃないかなと思って、えー、藤根の2着残りを、えー、抑えにしてみましたどちらにしましても調子自体はそれほど良くないもののやはり、えー、展開をリス・新山恭平を、えー、軸にしたいと思います はい、以上、えー、地元、青森記念決勝戦の予想をお送りいたしました。えー、ぜひ、チャンネル登録、高評価、ご協力、よろしくお願いします。ブログ、ツイッターやっております。説明欄にアドレス記載しますので、よろしければ見てください。えー、ツイッターはですね、えー、ゲーム動画の実況もやっておりますので、えー、その、えー、お知らせなどもやってますので、 是非フォローよろしくお願いいたしますこの動画最後の20秒で関連動画動画プレイリスト表示されますお時間ありましたら見ていただければ嬉しく思いますさて、えー、青森記念競輪、えー、地元勢新山兄弟の悲,悲願はなるかどうか強兵、えー、は取ってるんですけど、えー、優勝することができるかどうか それともあと渡辺和也のスピードは上回るか南関勢一連を見せられるか、えー、興味深い競争だと思いますご視聴いただきありがとうございましたゲーム動画でいこうでした